はい、ということで今回は走り屋ドリフターなんですが、こちらですね、イベント、WRX22B ということでですね、こちらの、ポイントがですね、1000ポイント貯まりました。で、今回はこのですね、22B と書いてるインプレッサをですね、受け取りたいと思うんですけど、まあこれですね、ちょっとコメントであったんですけど、まあいろいろですね、こう細かく見ると、フロントバンパーとかがですね、22B じゃなくて、タイプ R と。いうコメントがありまして、まあ確かにですね、これよく見ると、22B のですね、特徴的な笑った口が、まあないなという感じなんですよ。確かにね、言われてみれば、そうやったんですけど、ちょっと気づいてなかったんですけど、ただこのゲーム、エアローとかがあるので、そこでですね、どうなるのかというところでございます。ではちょっとですね、受け取っていきましょうか。あ、間違えた。これか。オールアワーズ。はい。こういう感じでですね、いろいろですね、景品がございまして、今ここですね、で、僕ちょっとこれ、まあ見てもらったらわかると思うんですけど、試着カードのですね、イベントパス。こちらも買いました。で、まあなぜ買ったかというとですね、調子乗って NSX をですね、この青いジェムで買ったらですね、この、毎回ですね、これ 5ジェム必要なんですよね、こうやって。で、まあこの試着カードにこうやって24とか、結構このジェムがあって、で、まあこれ、まあ一応まあキャリアで手に入れれるみたいなんですけど、ちょっとまあそれも大変やなということで、下のですね、パスを、まあ600円ぐらいやったと思うんですけど、まあ課金しまして、でまあ、このようにですね、こうもう無限にジェムが追いつくという状態にしましたということですね。はい。これで手に入ります。いきます。プレミアムチケットも手に入ります。これちょっとガチャ引こうかな。うえー、さあ来るのか、さあ来るのか。さ、来ました来ましたね、これちょっとこの口がですね、確かに全然笑ってないですよね。で、まああとスポイラーとかフェンダーとかそういうですね、ちょっと細かいところでも、22B じゃないという、話があったんですけども、とりあえずちょっとガチャ引こうかな。ガチャ引けますね。あ、10のガチャも引ける。ってこれめっちゃ引けんな。これめっちゃ引けますね。ちょっといっぱい引きましょうか。じゃあまずこの白引きます。いきます。ペッ。お、なにこれ。アルテッツァ。あ、アルテッツァか。アルテッツァいらないですね。では次引きましょう。あ、ポチ。お、お、お、あ、またこれか。2代目やこれ。2代目よこれ。僕これこの前当てたんですよね。前も白で当てたんですよ。だからこれ2代目ですね。ほら見てください。ほら、ここにあるんですよ。ここに2代目です。これなんかしてたな。あ、ほら、シートとですね、右のドア外してます。トランクも外してます。トランク外したらですね、こんな中身がめっちゃ見えるんですけど、当たっちゃったね。2台目当たっちゃったね。次黄色。黄色を2回引きますね。引きます。お、エボ9ですね。ちょっとどんどん車が増えるね。もう一回引けるよ。いくよ。あ、ポチ。またまたですか。またですか。もうこれも4台ぐらい持ってますからね。これもう3台か4台ぐらい持ってますよ。じゃあ最後ですね、青引きます。青一番いいやつですからね。まあできればガリカかショーンのですね、ランエボが当たってほしいなというところなんですけど、いきます。お、ガリカや。ガリカ当たりました。ガリカすごい。ガリカ当たりました。これ Z32 ということですね。これガリカですね。おー、なるほどね。ガリカも当たり、もうこれ結構、もうこれ、結構すごい、もうほぼ持ってますからね。ほぼ持ってますよ。ほら、もうこんなにいっぱいありますからね。まあ、ベールサイドも持ってますし、もうこのフュージョンスープラもですね、2台持ってるんで、なんでやねんって感じなんですけど。まあ、そんなことはさておき、こちらですね、見ていきましょう。さあ、見ていきますよ。さあ、どんなボディキットがあるのかなと。いうことで、ね、このボディーパーツですか、ボディーパーツ。ではまず、フロントバンパーですね。お、結構あるよ。あ、結構あるよ。結構あるよ。さあ、外しました。で、これがですね、バンパー1なんですけど、バンパーには、あー、そんなに変わらない。そんなに変わらない。まあ、下にですね、若干下がって、まあ、フォグがですね、つくという感じですね。そして、3が、ああ、ダメだ。そして方が、ん、なんじゃこりゃ。ん、うん、おうおう、なるほどね。
デイ5。あはないですね、これ。ほんまに 22B ないな。ないわ。皆さん、ないですよ、これ。22B なかったです。え、どうしようかな。これ意外と悩みますね。3にしようかな。3にするか。3にしよう。で、アリアバンパーいきます。さあ、外してみましょう。そして、バンパー2が、あー、なるほどね。バンパー3。おーおーおー、いきなり攻めてきましたね。4。お、なんだこの、真ん中についてる、ピンボールの、アタッカーみたいな。5。あー、なるほどね。いやー、これはですね、いや、どうしようかな。ちょっともう控えめに認識にでいくか。ドア。ドア外れるだけですね。サイドスカート。サイドスカートは。はいはいはい。あ、サイドスカートは3までしかないですね。で、なんかこれなんか、なんですかねこれ。なんかこう、リアフェンダーの頂点に向かって、なんかこう、黒い部分がですね、伸びてますけど。これはもう2でいくか。2で。フェンダー。あ、フェンダー一応張り出しますね。あ、てかこのフロントバンパーはオーバーフェンダー用ですね。はい。これ全然合ってなかったですね。そして、リア。リアもこれすごいワイドになりますね。これはワイドボディでいけということか。まあ、ホイールはですね、このちょっと、メッシュタイプでいいかなと思います。ヘッドライト。ヘッドライト外れるだけですね。これちょっとヘッドライト光り方めっちゃ綺麗ですね。これは、そんなもんかな。なんか綺麗ですね。綺麗に見えますね。テール。あ、テール何これいっぱいあるよ。テールこれなんか光り方、なんか微妙ですね。これはユーロテールかな。まあちょっとこれおかしいですけどね。もうなんか、モデリング、してないですからね。なんか張ってるだけみたいな。おーおお。あ、これちょっとちゃんとあれやな、モデリングしてほしいな。全然立体的じゃないんですよね。まあこれにするか。そしてシート。あ、シートは外れるだけですね。フードということで。お、これちょっと外したらなんかあれですね。なんか縁の部分がちょっと汚らしいですね。なんやこのちっちゃい穴は。ちっちゃい穴だ。あ、ちっちゃいな。お、見てくださいこれ。あ、フードでこれがつくんですね。あ、これちょっとつけようかな。ちょっとラリーチックな。いいですねこれ。そしてリアウィング。リアウィング、あ、なるほどね。ハイマウントストップランプが一緒についてる感じですね。お、何これ、なんか追加されましたね。追加されます。おお、なんかこういうのありますよね。はい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 。うわ、これどうしようかな。でもちょっとこのワイドボディに似合う、あの、ウィングがいいですよね。これにしようかな。これにするか。そして、トランク。あ、トランク2がある。あー、なるほどね。うわ、これなんか開けたら。なんこれ。なんか開けたら変ですね。エキゾースト。もうちょっと最近新しい車はですね、エキゾースト、結構専用のエキゾースト用意されてること多いですけどね。あ、これも専用や。すごい、なんかこの、なんて言いますかね。なんか、細くなった。お、2本出しもありますね、2本出し。あ、こんなんもあんのか。お、お、なんこれ。長っ。長い。これにしましょう。長い。長し。これつけます。なんか邪魔ですね。やめとくか。これだけつけとくか。あ、やめとこう。なんか、やめとこう。なんか、ダサいな。両方についてたらダサいな。ですね。これ、なんか、黒っぽくしようかな。ちょっとこの、まあ、ブルーもまあ、綺麗なんですけど、もうちょっとですね、なんか、なんていうかな。もうちょっと綺麗なブルー。いやー、でもどうやろうな、このブルーの方がいいんかな。あ、こんな感じの色なんですね。ちょっとこう暗くしたブルーか。あ、ちょっとまあ水色か。暗い水色っていう感じなんですねこれ。い
やでもどうしようかな。でもやっぱちょっとブルーがいいな。モールペンしちゃおうか。ちょっと暗くする。こんな感じ。結構ですね、光に当たったりすると結構色変わったりするんで、まあこんな感じでいいかな。で、足回りをですね決めていきたいと思います。さあできました。こんな感じでしょうか。いいねこれ、結構かっこいいですね。結局22B にはならなかったんですけど、まあ十分ですね。まあまあまあ、もう言うたらもう GC8 としてですね、もう扱えばいいのかなと思いますね。とこう改造できる GC8 みたいな感じで、まあ扱えばいいのかなと思うんですけど、ではですねちょっと乗ってみましょうか。どこ乗ろうかな。最近新しいですねすき家橋ばっかり行ってるんで、ちょっと違うとこ行きたいですね。はい、ということでですね、峠2にやってまいりました。ちょっとですね、こうやって見てみましょうか。おー。おー。いいですね、これ。これ、なかなかいいですよ。ではですね、ちょっと内装見てみましょうか。うわ、そうか、これスモークやったらめっちゃ見にくいですね。これはもうちょっと一人称はきついですね。暗、これは地獄や。地獄です。久しぶりにこのコース運転するけど、いけるかな？いけるか。スピードはですね、出しにくいですけどね、ここは。おー、でも、ああ。いや、たまにはですね、ちょっとこのゲームでグリップ走行したいんですけどね。グリップ走行できないですからね。満タンにしても、ちょっとあれですもんね。いやーちょっと、まあ、このコース久しぶりなんで、まあ、あんまりドリフトできてないんですけど、まあ、そこはですねちょっと多めに見ていただくとして、ちょっとまあどっちかと言うたらグリップ走行目な感じで走りたいと思うんですけど、まあ、結構ですねこういうまっすぐなところも多いですからね。このステージまっすぐからのこういうヘアピンみたいな感じなんで、あとりあえずですね、一番下までは完走しましょうか。なんかまあこう実際に続かせようと思ったらこうやってかなり振ったりながらですね、まあ、運転せないとダメなんですけど、ここはね、もうガードレールはこれあれですね、内側から見たらなんか消えちゃいますね。片っぽしか出てこない系だ。これどっちだ、どっちだっけ、こっちか。危ない。危なかった。危なかった。危なかったよ。これでもあれやな、こうなんか前から見たいですけどね、もうちょい。
運転してるときはだいたい後ろから見るしかないんで、ちょっとですねアングル的にはあんま面白みがないですけど、まあでもまあ運転はですねしやすいですね、うん、全然運転はしやすいです。さあ来ました。まあじゃあちょっとこれで一回だけですね、あそこ行きましょう、あそこ。さあね、もう来る必要はないんですけど、まあ、イベントやってきました。でですね、まあ僕まあいろんなですね方法でやってたんですけど、まあ、結構ですね面白い回り方があって、まあ、ここのガソリンスタンドを使ってですねこういう感じで回ったりもしてましたね。あ、ちょっと待てよ、ちょっと説明してるときいつもちょっと下手くそになってるんですけど、 ここを回ってるんですよ。ちょっと待ってよ。あ、こういう感じですね、こういう感じ。こうやってここを回るみたいな、これ結構いいですよ。こんなとこ走ってる人なかなかいないんで結構ですね。まあちょっと障害物はまあ多めなんですけど、まあ他の人とですねちょっと違うところを攻めたいっていう人はありかもしれないです。ああ、ちょっと増えてきたな。なんで。ここ走ってる人はですね、なかなかいないですね。いやー、いいですね。これ、手に入れました。ちょっと NSX がまだ見れてない。あ、で、あとここですね。ここ突っ込んだら、こうやってピョンって飛ぶんですよ。これもね、ちょっと面白いですよね。だから例えば、一番こっちの端っこ行って、で、ここで、サイドターンして、で、こう、ね、こう、スピード乗せてから、この当たる直前でカメラ押すとか。見てんかな。まあ、これもピューンって前に飛んでいったら、カメラが追いかけていくっていう遊びもできるんですけど、ちょっと今はですね、真上に飛んでしまったので、カメラが追いかけていかなかったんですけど、まあ、そういう遊びもあります。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあこのイベントですね、ポイント集めるのはほんまに簡単なんで、まああとはそのジムをですね、どうやりくりしていくかっていうまあ問題だけなんかなと思うんですけども、まあ手に入れれた方も多いと思うんですけど、まあ、もしですねちょっと手に入れれなかった人とか気づいた時にはもうイベントが終わっちゃってたよっていう人ですね、まあこの動画を見てちょっとまあ楽しんでもらえたらいいかなと思います。ということでよろしくお願いいたします。